どうも皆さんこんにちは、飯田です。わけあって静止画から始まっております。後で動画になりますが、そのわけについてもお話していこうと思います。まず皆様にお知らせがあります。私はミスター東大に応募いたしました。ふざけて出ると思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、かなり本気です。面接の前に、その面接のためだけに美容室に行き、4時間にわたる施術を受け、私のポリシーともいえるいつも着ているワイシャツに黒ズボンをやめ、新たな洋服で面接に臨みました。本気です。なぜこれほどにまで私が本気でミスター東大を狙うの？それは私がとてつもない愛好心を抱いているからです。デフォルメされた昨今の東大のイメージ、勉強だけできるメガネ野郎、鏡にそれがいました。あ、勉強もできねえや。それはさておき、これは風評被害だということが分かりました。他の大学でもそんなにチャラついた人が多いわけではなく、だからといって東大に真面目でメガネをかけて勉強以外何もしない人が多いかというと多くありません。このイメージをどうやって打破するか、これは美に対する意識を持った東大生がいるということを知らしめるのが一番です。遠回りになりましたが、なぜ私がミスター東大になりたいのか、その理由はここにあります。やっぱり東大に入ったやつが金を稼いで美女を捕まえて、その子供が優秀で顔もいい状態でまた東大に入るんだなって思いませんか？本当は彼らもかなりの努力をしてイケメンを保っているというのに、ここで中高の友達に殴りたくなる顔と呼ばれ、銀座のホステスさんに顔を見ただけで笑われたまずい顔をしているメガネ集団の飯田が努力次第でミスター東大になることができれば、東大のイメージも変わるんではないでしょうか。東大のイメージをイカ党から変えたい、何がいかにもだ、こう思いミスター東大を目指すことにしました。第一歩として髪の色がまずいと言われたので髪の色を変えることにしました。おしゃれというのは流行りのものについていくことです。違うという人はいるでしょう。異論は認めません。奇抜な格好をして許されるのは原宿にいるやつかイケメンだけです。ブスは黙って流行りを追いかけます。それが美への最短ルートだからです。私はそう思い流行っているものを考えました。流行りとは世間で良いとされているものです。残念ながら東大カラーは世間で良いとはされませんでした。河合塾新宿校で東大カラーに染めてる人が一人いるという話を聞きました。しかしその方以外誰も東大カラーではないそうです。私は流行りを考えました。東大じゃダメだ、東大じゃダメだ、美なんだなんだなんだ、たどり着きました。慶応カラーです。イメージは慶応だ、青だ。そう、慶応のイメージカラーの青にしてきました。これなんでかってね、もう東大のイメージを良くしたいとか言ってるけど、東大のイメージを良くするなんていうことはね、私の力ではまだできないわけですよ。ということで、とりあえず何をしたか、私の力を強くしよう。そう、慶応の意を狩る飯田にすればいいんです。はい、青にしました。どうだい、この椅子新調したんだよ、青です。これからね、このチャンネルのカラーを青にしてればいいんじゃないかと思って、とりあえず髪を青にしてきた。それ、俺はね、それにとどまらないから。もう、計り知れないミスター東大への愛でね。もうできることはやってきたから。もうとりあえず身近にできることから。それで、ね、美容整形手術行けばいいんだけど、まだそんなお金がないから。そんなお金がないうちに何ができるかって考えた。それで、お肌をきれいにすること。何やってきたって言ったらね、岩盤浴ですよ、岩盤浴。体の中のね、なんかが出てってなんかがあってなんかいいらしいんだよ。知らないけど、美容専門外なんだけどさ、美容詳しい俺の友達が言ってたから行ってきたのよ、岩盤浴に。ってわけで俺どんどん努力していくから。そして確かね、ミスター東大のファイナリストの選考の結果がね、いつだっけな、6月3週目ぐらいに分かるんだよね。倍率7倍ぐらいでめちゃくちゃ厳しいんだけど、ファイナリスト残れると信じて、皆さん応援よろしく。今日の動画はここまで。おまけに岩盤浴のシーンどうぞ。